韓国の最新の防衛白書で日本が格下げされ、周辺国としての扱いに変更されたことは、日本とアメリカの両国からの注目を集めているよね。これに対して、日本政府が今後どのように対応するか、国民の意見も取り入れつつ慎重に検討する必要があると思うよ。特に、韓国との関係性においては繊細な外交が求められるな。韓国に配備されている F-35A ステルス戦闘機については、この機種は最先端の技術を有する第5世代戦闘機であり、その運用状況や戦術的な役割がどのように展開されているかは、地域の安全保障環境において重要な要素だね。F-35A は、そのステルス性や多角的戦闘能力により、韓国軍の戦力向上に寄与しているぜ。また、中国がスパイ行為を行っているとの指摘があることについては、国際的な緊張関係や情報戦が背景にあるため、それに対する警戒は必要だな。各国は常に他国の軍事技術や戦略に関する情報を収集する傾向にあり、この点においては継続的な監視と防衛策の強化が求められるからね。韓国と日本、そして地域全体の安全保障環境を考慮すると、F-35A を含む各国の軍事力は注目の的であり、その動向は今後も密接に監視されることになるだろうな。さて今回は韓国の KFX プロジェクトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本と韓国の F-35 ステルス戦闘機の導入計画には、いくつかの違いがあり、韓国は2019年3月に始まったアメリカからの F-35A の導入で、2021年までの3年間で合計40機を購入する予定だね。これに対し、日本はより広範囲な計画を持ち、A 型および B 型の2タイプを合わせて合計147機の購入が決定していて、この大量購入は、日本の防衛戦略と地域の安全保障要求に基づいているよ。価格については、日本の場合、F-35A および B 型の平均単価が約116億円と高額であることが報じられていて、これには技術移転の一部、機体の最終組み立て、メンテナンス用の整備場の建設といった、コストを押し上げる要因が含まれているんだ。日本はこれらの機体を国内で最終組み立てし、長期にわたって運用する体制を整えるための初期投資が含まれているみたい。一方、韓国はこれらの追加コストを避け、アメリカで完成した機体を直接購入しており、これにより、韓国は比較的安価に F-35 を導入できる契約を結んでいるぜ。ただし、韓国が選択したこのアプローチは、技術移転や国内での産業参加の機会を限定的にするため、長期的な産業及び技術的自立に影響を及ぼす可能性があるな。また、F-35 のメンテナンスやサポート体制についても、韓国は将来的な交渉を通じて、さらなる合意を模索していると考えられ、これには、国内での整備能力の構築や、他国との共同利用の可能性など、多岐にわたる戦略的考慮が含まれるんだろうな。このように、日本と韓国の F-35 導入計画はそれぞれの国の戦略、財政的な選択、将来の産業基盤に向けた目標に基づいて異なるアプローチが取られているね。アメリカが F-35 プログラムの契約において韓国のメンテナンスを日本またはオーストラリアに設置された整備拠点で行うことを義務付けたのは、複数の理由からで、まず、このアプローチは、整備拠点を限定することでコストの効率化と質の維持を図る戦略的な判断からだよ。高度な技術が要求される F-35 の整備を専門的に行える拠点を集約することで、経費の効率的な分配と専門技術の維持向上が期待されるってわけ。また、日本やオーストラリアには初期から F-35 プログラムにおいて高いコストを払って技術移転や整備施設の設置に投資しており、これらの国への配慮も含まれているな。これは、これらの国々が支払った高額な契約と、それに伴うコミットメントを考慮した結果であり、これらの国々で整備が行われることは、投資の回収や地域内での技術力の向上を促進するぜ。韓国としては、国内での整備能力の構築を進めたいという意向があるんだけど、初期の契約では他国の整備拠点を利用することになっていたんだ。このため、
韓国は自国内に整備拠点を設置することを目指しているものの、これが実現するまでには多くの交渉と調整が必要になり、もし韓国が自国内に整備拠点を確立できれば、自律的な防衛産業の強化につながり、運用の柔軟性も高まるだろうね。したがって、この契約における指示が日韓関係や地域内の戦略的バランスにどのような影響を与えるかは、今後の発展により明らかになるんじゃないかな。政治的な課題や技術的な要求が交錯する中で、各国は最適な解決策を模索していくことが求められるわけだね。韓国の KFX 戦闘機プロジェクトには、確かに多くの課題があり、まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。まず、インドネシアとの共同開発が不透明な状況にあることが大きな問題となっているよ。インドネシアの F-16V 型ブロック70購入計画が明らかになったことは、KFX プロジェクトへのコミットメントが後退している可能性を示唆しており、プロジェクト全体の資金調達と進行に影響を与えるだろうね。また、KFX 戦闘機の開発に必要な費用が1機あたり約140億円と見積もられていることは、経済的な負担が非常に大きいことを示していて、これは、近隣国が F-16V のような既存の第4世代以上の戦闘機をはるかに低価格で調達できる状況と比較すると、特に顕著だぜ。F-35A ステルス戦闘機の単価が約84億円まで下がっている現状では、KFX のコストパフォーマンスが疑問視されるのは避けられないからな。さらに、韓国内での F-35A のメンテナンス拠点を設置することが提案されているが、これが実現するとしても、整備拠点建設と運営にかかる高額な経費は、経済的にも技術的にも大きな挑戦となり、少数の機体60機程度に対する高額な整備設備投資は、長期的なコスト効率を考えると理想的とは言えないぜ。韓国の防衛産業にとって、自国で戦闘機を開発し、生産することは国家の技術力と産業力の向上に寄与するという大きなメリットがあるんだけど、その経済的負担とリスクをいかに管理するかが今後の課題だね。KFX プロジェクトの未来は、国際的なパートナーシップ、資金調達、技術開発の進展に依存するとともに、地政学的な要因にも左右されると思われるよ。韓国の KFX 戦闘機プロジェクトは、地域の防衛力増強及び産業技術の自立を目指す野心的な試みであるんだけど、様々な課題を抱えているんだ。KFX の開発費用が1機あたり約76億円とされ、これが 4.5 世代戦闘機の価格として適切かどうかは議論の余地があり、特にこの価格は、国際市場で利用可能な既存の高性能機と比較すると、その競争力が問われるってわけ。インドネシアの問題に関しては、過去の政治的な背景と現在の軍事装備のアップグレード戦略が複雑に絡み合っているな。東ティモール問題の影響で西側諸国との関係にわずかな亀裂が入り、その影響が武器購入政策にどう影響するかは注目されていて、アメリカが F-16V をインドネシアに売却することがどの程度の政治的な配慮を必要とするか、またその決定がどのように影響を及ぼすかは重要な要素だぜ。KFX プロジェクトにおける革新技術の国産化の問題は、戦闘機開発における最も困難な課題の一つで、韓国はエンジンや兵装など、いくつかの重要な部品を国内で生産する能力が限定されており、これらの技術をアメリカやヨーロッパから依存しているんだ。この依存は、戦闘機の完全な国産化を目指す上で大きな障壁となっているみたいだね。これは韓国だけでなく、多くの国が直面している問題で、戦闘機の開発と生産は極めて高度な技術と莫大な投資を必要とし、アメリカ、ロシア、中国などの軍事大国だけが完全な自国生産を実現しているぜ。他の国々、特に中小国は技術の輸入や国際共同開発に頼らざるを得ない状況が多く見られるからな。このような国際的な技術依存が、韓国が KFX プロジェクトを通じて克服しようとしている課題の一つであり、この挑戦がどのように進展するかは、韓国の産業能力と国際政治の動向に深く影響されることだろうね。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。韓国がインドネシアと共同開発を進めているジェット戦闘機 KF-21 ポラメは、2022年7月19日に初飛行を成功させた後、2023年5月16日に、これまでに行われてきた約260の試験検証において要求性能が満たされたとして、暫定戦闘用適合判定を受けて2024年には量産が開始されると見られているよ。それに向けて今後も各種試験が継続され、最終的な戦闘用適合判定を2026年までに得て、空軍への配備が開始される計画であるとされ、同日にはインドネシア空軍のパイロットが試作4号機に搭乗して、外国人パイロットとして初めて飛行しているな。今回は韓国が開発を進めている戦闘機 KF-21 で問題が続出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年10月17日から韓国のソウル郊外のソンナム市にあるソウル空軍基地で開催されたソウル ADEX2023 において、KF-21 による5分間のデモ飛行が実施され、見物に訪れた韓国の一般国民の前で飛行する姿が初めて披露され、水平急旋回や背面飛行などのアクロバット飛行を披露して観客を驚かせたと報じられたよ。なお、韓国メディアではこの KF-21 をアメリカの F-22 ラプターや F-35 ライトニング2と同じ第5世代ステルス戦闘機として報じているが、イギリスのジェーン航空記念館によると、開発当初はステルス性能が高い第5世代の双発マルチロール機と評価されていたものの、その一方で開発元の韓国航空宇宙事業 KAI の公式サイト上では KF-21 をアメリカのロッキード・マーティン社製の F-16 ファイティング・ファルコンを韓国向けに改修した KF-16 よりも高性能な第 4.5 世代戦闘機であるとしているな。その理由として考えられるのは、KF-21 にミサイルを搭載する際には主翼や胴体下に剥き出しで搭載されることにあり、他の第5世ステルス大戦闘機のように胴体下面に備えられた開閉式の兵器クラウェポンベイが KF-21 では設置されていないことにあるぜ。KAI では KF-21 の胴体下に兵器を吊り下げたイメージ図を公表していて、このことによって KF-21 のステルス性能を著しく低下させるとして、同機を第5世代戦闘機として分類することを疑問視する声が上がっていたね。同機の外観はロッキード・マーティンが開発したアメリカ軍の第5世代戦闘機ステルス戦闘機 F-22 や F-35 の外観によく似ていることから、当初は高いステルス性能を持っているのではないかとされていたものの、ウェポンベイが非搭載であることによってミサイル搭載時のレーダー反射断面積 RCS が大きくなってしまうことで、KAI では同機を第 4.5 世代戦闘機と称するより他なかったのではないかとの見方が出ているというよ。このように間もなく量産が開始され、実用化が近いとされている KF-21 について2024年1月、開発を進めている KAI にインドネシアから派遣されていた技術者2人が開発関連の機密資料を社外に持ち出そうとして摘発されたことが報道されたんだ。2月2日に韓国防衛事業庁が明らかにしたところによると、2人のインドネシア人技術者は先月、KF-21 関連の資料約6000件を USB メモリーに記録して外部に持ち出そうとしたけど、彼らが KAI の外に出ていく過程でその行為が発見されて摘発されたために持ち出しは未遂に終わったみたい。キョンナム警察庁安保捜査課は1月14日から15日にかけてキョンナム涙川にある KAI の事務室に対して家宅捜索を実施して、2人が設計図面などを携帯電話のカメラを使用して撮影した疑いもあるとして、2人のインドネシア人技術者を防衛事業法違反容疑で立件し、出国禁止措置を取って拘束し取り調べを進めているぜ。韓国の防衛事業法第50条によると、防衛産業企業において防衛産業関連物資の生産研究に従事した技術者などが業務遂行中に知り得た機密情報を外部に漏らした場合は、5年以下の懲役または5000万ウォン約570万円以下の罰金刑となる可能性があるとされているな。
二人が盗み出そうとした情報とすでに持ち出された情報の有無について、韓国では国軍防庁司令部国家情報院防衛事業庁などが調査チームを立ち上げて精査しているが現時点では明らかにされておらず、その中に KF-21 の3次元設計図プログラムで革新技術とされている CATIA カティアの流出があったかどうかが注目されているらしい。KF-21 は韓国空軍が運用している FA-50 に次ぐ国産のジェット戦闘機として計画されたよ。2001年3月の韓国空軍士官学校卒業式において当時の金大中大統領により開発計画が発表されて KAI によって開発されることが決定され、総事業費は開発費8兆5千億ウォン約8500億円に加え、量産費9兆6千億ウォンと合わせて総額18兆1千億ウォン約1兆8千億円の予算が計上されているんだ。その後 KF-21 の開発計画にインドネシアも参画することが決定されて開発費を分担することとなり、2016年に韓国政府が 60%、KAI が 20%、インドネシアが 20% とすることが決まったってわけ。インドネシアは約13億ドルを支払って最大で48機の KF-21 を取得するほか、製造技術移転を受けて自国でも生産する予定であったが、その後インドネシア政府は国内の防衛予算が制約を受けていることを理由として分担金のうちの約 13% にあたる1億9000万ドル約294億円しか支払っておらず、韓国防衛事業庁によると2019年7月時点でインドネシアの分担金残額は2億5000万ドル386億5000万円であるとされていたな。この支払い遅延に対してインドネシア政府は、インドネシアンエアロスペースがスペインと共同生産した CN-235 輸送機、世界的に PTDI として知られている輸送機を韓国に提供するほか、天然ゴムなどの資源の現物納入によって補填することを申し出るなどして、韓国政府が了承して解決したなどという情報も出ていたぜ。インドネシアが2016年に決定された分担金を出す代わりに、韓国は KF-21 に関する技術の一部を移転することで合意していたが、これはインドネシアが KF-21 の開発が完了するとされている2026年6月までに分担金を完納することが条件とされており、これに基づく形でインドネシア技術者が KF-21 の製造を担当する KAI のキョンナム社長にある本社に派遣されていたんだよね。しかしインドネシア側は分担金の納付を何度も繰り返して延期していて、2024年から2026年までの間に毎年約1000億ウォン約114億円ずつとして、3000億ウォン約342億円を追加で出すことが可能となったとして増額する提案を韓国側に通知したことがわかっているほか、当初より分担金を減らした場合、インドネシアへの技術移転情報もその分だけ少なくするという条件もつけたらしい。2025年4月時点で、インドネシア側が韓国側に支払った分担金はわずかに3000億ウォン程度とされていて、分担金を減額した場合には最終的に6000億ウォン約680億円だけを支払う形になるみたい。韓国防衛事業庁の関係者が中央日報に語ったとされているところによると、インドネシアから減額の提案があったのは事実だけど、我々はまだ最終決定を出していないとして、現時点では減額案をめぐって検討中であると述べたとしているね。韓国とインドネシアは2021年にも分担金をめぐる協議を実施していて、2年ぶりにまた分担金調整交渉に入ったとみられ、一部のメディアの読みでは早ければ2024年5月末に交渉が終わるとする見方も出ているよ。その交渉の中でインドネシア側は2023年末に、分担金の納付期限を2026年からさらに8年延ばして、2034年まで毎年1100億ウォン約125億円を支払うとする提案を韓国側に伝えたとされているが、その真偽は定かではないな。今回の情報漏洩について KAI では持ち出そうとされた USB 内の資料のうち問題となる情報は、ごく一部であるとする趣旨の調査報告書を調査団に提出したとされているぜ。しかし調査団は拘束されているインドネシア人技術者の主導のもとで、
他に KAI に派遣されている16人のインドネシア人技術者が知り得た情報を本国に送る報告書を作成したとの状況も確認されたとして、さらなる情報漏洩の可能性が残っていることを示唆しているというね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカはロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型をお隣の韓国でも40機を目標に調達中だね。韓国では当初総数で60機の F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達を検討していたこともあったようだが、現在は40機に下方修正しており、2020年10月までに24機をすでに調達しているぜ。今回は韓国が F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の調達や、空母と B 型の入手も打ち出している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、こうした中で韓国は軽空母の保有計画を表明し、確定か否かはまだ判然としないけど、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な B 型も20程度の調達を目指す方向で動いているみたい。日本の現状がどうかといえば、F-35 ライトニング2戦闘機の A 型を105機、B 型を42機調達することを決定しており、この数は今のところ本国アメリカに次ぐ多さとなっているな。韓国が B 型や軽空母建造の方向性を打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいようにしか見えないよね。ただし B 型は世界的見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きを見せているため、ここに来ての韓国の動きはロッキード・マーチン社からすればある意味歓迎しているのかもしれないな。しかし軽空母の開発に先立ち、韓国側が要求したとされる設計の前提に必要となる情報の開示を、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せているのも事実だぜ。そもそも韓国は現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦に、従来は3万トン級の大型輸送艦建造を表明していたけど、これは中国に空母保有だと思わせない配慮だと見られていたからね。それが日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗状としてなら中国の機嫌を損ねることなく、大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。周囲を広い領海で囲まれた日本からすれば、中国軍の脅威に対して南西諸島の防衛には限られた陸上拠点からだけでなく、出雲加賀によって運用される B 型の必要性も頷けるよ。ただでさえステルス性能の向上のため、燃料搭載量の限られた F-35 ライトニング2戦闘機は、B 型だけでなく A 型も従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須と思われるからだな。しかるに韓国の領海の広さは日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮の領海を含めても約 12% 強ほどであり、十分陸上の飛行場からの A 型の航続距離行動半径に収まるものと考えれるぜ。まあ政治的に韓国内で承認されるのならば、日本側が何ら口出しすべきことではないのだろうが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは危惧されるよな。これは余談だけどイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型とも調達を進めている稀有な国の一つなんだけど、新型コロナウイルスの影響で中国の経済援助にますます依存しつつあるみたい。韓国は完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入しているのみだが、イタリアはヨーロッパ各国向けの同機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点 FACO を日本と同様に有しているよ。これを考慮すればイタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する中国への情報漏洩もかなり危険性が高いのではないかと感じられ、韓国同様にその意味で日本にとっては脅威に思えるね。さてイタリアの件で触れたように日本では三菱重工業が、愛知県に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO の開設を行っており、アジア地区の同機の整備を担当するんだ。
搭載するソフトウェアの更新で最新の能力を付与されていく F-35 ライトニング2戦闘機には、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ずこれらの拠点で実行することが求められるな。ここにおいても韓国は言うまでもなくアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国なわけだが、政治的にも感情的にも日本にだけは自国の動機を持ち込むことを拒んでおり、この点も先々問題化しそうだぜ。日本の F-35 ライトニング2戦闘機の調達価格は、ざっくりとではあるが A 型 B 型の合計数147機の平均で1機あたり約120億円強に相当するんだけど、これは実は韓国より3割ほど高額らしいね。調達する機体数がはるかに多いにもかかわらず日本側が高額だというのは理屈に合っていない。もしくはアメリカに異様にされているとの指摘もあろうが、先の FACO 解説を含んだものと解釈されているよ。韓国は現在、自国でインドネシアと共同で開発を行うはずだった国産の 4.5 世代戦闘機 KFX についても、インドネシアからはしごを外されつつあり、開発費の負担上からも窮地に陥っているらしい。それでも日本の約半分の人口にもかかわらず、ほぼ同額の軍事予算を捻出しているだけに、国民からもっと有効な使い方を求める声も一部からはすでに吹き出してきているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。